36、小分けその他、チャプター、エトセトラ。第2章、私は成長し、親族から憎まれ、学校に送られ、祖父から疎外され、教師に虐待され、逆境になれ、弦楽者に反抗を企て、祖父の元への出入りを禁じられ、祖父の後継ぎから追い立てられ、その家庭教師の歯を折る。トバイアス・スモレット、ロデリック・ランダムの冒険、1748。第10章、階段を降りる間の出来事に、2章もかけるなんてみっともなくはないか。第1、ようやく最初の踊り場に差し掛かったばかりで、下に着くまでにはまだ15分もあるのだ。それにどうやらうちの親父とトゥービー叔父が黙っていられないらしく、そうなると階段の数ほど章が必要になるかもしれない。仕方がない、運命だと思って諦めますか。突然の衝動に襲われたぞ。カーテンを閉めるんだ、シャンディ。閉めた。紙面のここのところに線を引くんだ、トリストラム。引いた。ほら、新しい章の出来上がり。この件に関して他に従うべき規則があるだろうか。あったとしても、どうせ規則なんかへとも思ってはいないのだから。よじって破いてそれでもって暖炉に投げ込んでおしまい。今は暖かいかって。ええ、もちろん。それにはちゃんと訳がある。これは結構な話だ。人間が規則に従うか、規則が人間に従うか。ロレンス・スターン、紳士、トリストラム・シャンディの生涯経験。1759から67。第7章。我、恋人に見捨てられたるなれば、ヤグに横たわることなく、アーサーの玉座を画所とし、聖アントンの泉から飲み水を汲まん。雇用。サー・ウォルター・スコット、ミドロージアンの心臓。1818。第一章、女ゆえに前後なすこともあたわず、絶えずそれに近いものに手を伸ばすのです。ボーモントとフレッチャー、乙女の悲劇。ジョージ・エリオット、ミドルマーチ、1871から72。彼女には幸せになる権利があった。フランクは自分を抱きしめてくれるだろう。その腕の中に包み込んでくれるだろう。彼女はノースウォールの駅の中でうごめく群衆の中に立っていた。彼は彼女の手を握っており、彼女は彼が自分に何かを語りかけていることを、船旅に関する何かを何度も繰り返していることを知っていた。ジェームズ・ジョイス、イーブリン、1914。小説を章に区切ることはまるで言説を文や段落で区切るのと同じように当たり前のことだと考えられがちである。もちろんそんなことはない。初期の英国小説を代表するダニエル・デフォーの小説を見てみると、章の区切り目などはなく、ひたすら文章が続いていく。デフォーらしくそれが書き慣れていないことを意味するのか、それとも、ただページの上に身の上話をぶちまける素人臭いナイーブな語り手を使うことで、何の構想もない風を装っているだけなのかは判然としない。理由はどうあれ読む方としては疲れるし、さらに語られる内容に関しても記憶が混乱することになる。例えば、モル・フランダーズの戦歴を完全に把握するのは容易ではないし、またテキストを読み返してそれを確認するのも難しい。長いテキストを小さな単位で区切ることでいくつかの効果が期待できる。まず、間を置くことによって、物語も読者もいわば一息で入れる余裕ができる。そのため、章の区切りは物語の中で時間が推移し、場所が移動したことを示すのに有効である。サッカレーは章の締めくくりの文句をさながら劇の節目に下ろされる幕のように用いることによって、驚きとサスペンスの効果を高めていることはすでに説明した通りである。2章の冒頭に掲げたハワーズエンドからの引用の中で、E.M. フォースターもそれとによく似たことを行っている。新しい章を始めることはそれだけで有効な表現効果、習字効果となり得るが、特に首相代や引用、あるいは章全体の要約などからなる見出しをつけると一層効果的となる。例えば、スモレットの見出しは、まるで映画の予告編のように面白そうな筋書きを匂わせて読者をワクワクさせる効果を持っている。それはある意味で話の展開をばらしてしまうことでもあるのだが、こちらの興味を削ぐほど細かく書くわけではない。そのような章の見出しは彼の小説で持っている、ピリリとして小気味よく、時として激烈な味を見事に伝えている。一般的に言えることだが、小説家がリアリズムを追求すればするほど、小説のテキスト構成の一つとしてのこの要素を軽視しがちになる。逆にいかにも文学的な技巧性を重視する作家など、小説家などは、これをやたらに使いたがる傾向にあるようだ。章という言葉自体が小説の創作過程を思い起こさせる。すでに見た通り、ロレンス・スターンはこの言葉を用いて聞き手の役割をも演出し、
トリストラムが読者たる奥様の不注意を責める際に、前章のどこを読んでおられたんですと言わせている。17章。本章の引用は、トリストラムシャンティ第4巻からのものだが、この巻で語り手トリストラムが描写しているのは、彼が生まれた当日の父親とトゥービー王子との会話である。より伝統的な小説であれば、そのような会話が章で区切られたりはしないものだが、いかにもスターらしく、登場人物たちの饒舌を口実にして、創作における慣例的な規則を破り、気分一つで新しい章を始める。実際これは、私が寝る前に書くとお約束した章についての章であることが明らかになる。彼はこの主題について聞きかじったような知識をまとめつつ、章は頭を焼き澄ませてくれるし、想像力を助け、あるいは欺き、そしてこのように劇的な作品においては、場面の転換同様に大事な役割を演じると言ったかと思うと、結局そのような能書きをつまらない奇想として退けるのだ。彼は読者に論議の図を読めと勧める。一度読んでも少しも賢くならなかったら心配をごむよ。もう一度お読みなさい。いかにもトリストラムシャンデ中の一章らしく、この章についての章もまた巧妙にして眼蓄のある冗談となっている。サー・ウォルター・スコットは引用文を、カンテキスト性を示す目印のような形で、章の見出しに用いることを入らせた張本人である。スコットの引用は彼自身が熱心に収集した古いバラッドからのものが多い。そのような引用にはいくつかの機能がある。一つは主題に関わるものである。例えば、ミトロージアンの心臓第7章冒頭の雇用からの引用は、物語の筋における重要な要素と関連している。すなわち、ヒロインであるジーニー・ディーンズの妹、エフィー・ディーンズは、著出の子供を殺害した罪に問われることになるのだが、雇用の一節は彼女の悲劇を若い娘が恋人に誘惑され、挙句の果てに捨てられるというお決まりの物語の長い伝統を継承するものとして位置づけている。エデンバラの望む丘の名であるアーサーの玉座と聖アントンの井戸への研究は、このモチーフを特定の地域に設定する役割を与えている。それはスコットが特に好んで用いた場面設定であり、それこそが当時の読者を引きつける魅力でもあった。このような古い詩やバラッドからの引用の累積効果によって、作者の声を持つ語り手は、スコットランドの歴史や文化や地形に関しての増進の深い案内役として確固たる信用を獲得することになるのである。これは19世紀によく模倣された手法であり、例えばジョージ・エリオットなども好んで用いている。しかしながら彼女の用いる台詞、エピグラフは、超一流ではないにしても、とりあえずある程度の地位を確立した文学者からのものが多く、ミドルマーチのドロシア・ブルックを紹介する前に現れる2行の引用文の出典となっているエリザベス朝の劇作家、ボーモントとフレッチャーなどはそのいい例である。その引用文は、制裁上に葛藤を引き起こすドロシアの理想主義を強調している。そしてまた、ジョージ・エリオットが読者に対して与えようとした自分の印象、すなわち知的レベルにおいて男性に全く引けを取らぬ、本好きで学のある作家という印象を強めている。ジョージ・エリオットが作者不分の詩を引き合いに出してくる場合、大概が自作の詩であることが多い。キプリングが贋作大詩を創作する手法を極端にまで推し進めた。7章で論じたミセス・バサーストの冒頭には長い引用文が掲げられており、出典は小技曲となっているが、実際はキプリング自身がどこかの宮廷における下男か同家の詩を17世紀の劇的散文を用いて描いた模倣作品パスティーシュである。それ自体解読が困難を極めるとはいえ、そこには物語を読み解くための重要な手がかりが隠されている。例えば、彼を死に至らしめた人は、己が所業と知らざるなり、否、そうなすより己の死を選ぶべし、なぜとなれば、彼を愛するがため、という文句は、ビッキーの死体の傍らで発見された第二の死体が、バサースト夫人であるとする解釈を排除しているようにも読める。もちろん、ミセス・バサーストに章の区切りはない。一行分の空白などでテキストの中に区切りを設けることはあるものの、短編小説が章で区切られることはほとんどない。例えば、ジェームス・ジョイスのイーブリの大部分は、恋人のスイフと計画した駆け落ちを目前にして、窓辺に腰掛けている主人公の意識の描写から成り立っているのだが、テキストの途中にアステリスクによる切れ目があり、その次の部分は、彼女はノースウォールの駅の中でうごめく群衆の中に立っていたで始まる。テキスト中の切れ目によって、イーブリンが家から鳩場までどうやってきたのかというような、あまり物語とは関係のない部分を飛ばして、場面がクライマックスへと転換されている。小説のテキストを区切って、その切れ目を示すのにも様々な方法がある。巻、ブックや部、パートもあれば、番号を振った章に分けるという手もある。あるいはさらに番号を振る振らないは別にして、その回区分を設けることもできる。
作家によっては明らかにこの問題は大変重要視し、構成に対称性を持たせようと苦労しているようだ。例えば、ヘイリー・フィリディングのトム・ジョーンズでは、208の章が18巻に分けられ、そのうち最初の6巻が田舎に、次の6巻が旅人に、そして最後の6巻がロンドンに設定されている。いかなる時代においても、こうした要素は小説の出版形式や販売形態に左右される。例えば、19世紀において主流なしていた小説の出版形式といえば3巻本だが、大抵の場合、貸し出し文庫の便宜を考えているものであった。三巻本であれば同時に3人の読者に同じ小説を読んでもらうことができるというわけだが、この監修のために作家たちが自分の小説を考える際に三部構成を意識していたとも考えられる。例えば、ジェーン・オースティンのエマの物語は3部に分けることができる。ビクトリア朝小説の中には単独の出版であれ、雑誌連載であり、もともと分冊や連載形式で出版されたものが多く、それもまた最終的に完成品となった小説の仕立てを左右する要素となっている。辛い時世や大いなる遺産など、ディケンズが週刊分冊形式で出版した小説の章は、月刊分冊のドンビー不死紹介や高涼感の章よりもだいぶ短くなっている。雑誌連載の場合にはきっちり決められた均等な長さで話を区切らなければならないことも多かった。この問題には2つの側面があるようだ。1つはテキストが小さな単位に区分配分されるという純粋に空間的な側面。これは物語全体の構造や構成の鍵となる場合が多く、また読みの速度にも多少の影響を与える。それが具現している対称性の程度によっては、詩の形式にも一脈通じるものがある。もう一つは意味的な側面。すなわち、章の見出しや台詞などを通して、様々な意味合いが付与されることになる。この点に関して私自身どのような方法を取ってきたかを思い起こしてみると、創作中の小説の性質によって様々な対応を考えてきたようだ。今回改めて調べてみるまで忘れていたことだが、私の処女作である映画ファンには章の区分がない。部という形で3つに分かれており、それぞれがある週末の出来事を扱っている。それぞれの部は2行分の空白、あるいは切れ目をよりはっきりと示すために用いたアステリクスによって細分化されているが、この形式は物語の性格を考えて決定したものであったと思う。すなわち同じ時間に違った場所にいる人物間の視点の移動や場面の転換をかなり頻繁に行う必要があったからである。場面の転換の際に用いた空白は、実際映画におけるカットと同じような機能を果たしている。私が最初に章分けをしたのは、大英博物館が倒れるで、これは文学的な構成を意識して書いた。多くのパロディ的要素を含むコミックノベルである。各章の冒頭には、大英博物館の閲覧室に関して書かれた面白いと思われる引用を掲げたが、それぞれの中に文学研究の手続きがギガ的に描き出されている。交換教授の場合は番号を振った部、パートに分け、それぞれに飛行、移住、通信、読書、交換、そして終局という題名をつけ、どこまで行けるかは同様にしていくつかの章に分け、章題をすべて、いかにしてそうなったか、いかにして彼女らは処女を失ったか、いかにして地獄の恐怖を失ったかという具合に、いかにしてで始まるようにした。このような工夫は筆者の意向としては、類似表現の反復によって章題の意味レベルに対称性の要素を導入するためのものであり、さらに章ごとの長さのばらつきを補うためのものである。小説家にとって対称性というものは、読者が作品から感じる通りよりも、はるかに重要なものなのである。